久保さん、まあ、確かにね、あのー、僕ちょっとあのー、久保さんの話を聞いてて、ドラゴンボールを思い出したんですけど、ドラゴンボールって、ピッコロ大魔王を仲間にするとか、ベジータを仲間にするとか、あの最終的にね、あのフリーザフリーザが仲間になったりするんですよ。一緒に戦うみたいな。仲間になるというか、その、杖敵を倒すためにフリーザも一緒になって戦うみたいな映画も出てきたりとか、なんでもありだな、みたいな。 フリーザーが一緒に仲間になるってすげえなみたいな <laughs> あの凶悪なフリーザーが一緒に同じ目的というかね敵を倒しに行くっていうすごいなみたいなねそうだからまあその共通ポイントですよね確かにそのなんかその性格も違うし全部違うんだけど何か一つのポイントが一緒な共通項が見いだせるならばそこに対してこう集うことはできるっていう うん、嫌いだけど、そこは一緒みたいな話ですよね、うん。ベジータで言うならば、カカロットは好きじゃねえけど、こいつはみたいなとこだったりとか。うん、だからまあ、そこはうまいですよね。うん、でもその、同じ共通ポイントもないと、まあずっとあの、論争というかね、平行線というかね。だから結局その、なんすかね、論争することが結局目的になっちゃうみたいな。 論破することだからそのまあそれは見てるそれをディベートそれを見てる方,も方はコンテンツとして痛快なんだけどじゃあ結局その一番いいのは世界中のみんながなんか一つの方針でまあいい感じでこう動いていくっていうのが一番いいわけじゃないですか。 あっちがいい、こっちがいいじゃなくて、いや、こうしてた方がいいっていう、みんながこう、先導を切って、みんながこう、一緒の共通目的でやっていくっていうのは、一番いいと思うんですよ。例えば、まあ、戦争しないというような目的でみんなが動けば、それではそれでいいわけじゃないですか。ね、戦争していいことあるのかっていうと、まあ、あるっちゃあるんですけどね、武器が売れてね、国が潤う会社、国あるので、めちゃめちゃ売り上げ上がるじゃないですか、戦争が。 戦争することによってめちゃくちゃ売り上げ上がだって、一番商品単価が高いのって多分戦争だと思うんですよね。あの、その、何十億じゃなくて、一機一機多分何十億だと思うんですよ。あの、なんですかね。ちょっと、機種名は分かんないですけど、最新の、あの、ジェット機の、あの、あれ、名前何でしたっけ。もう何十億とか何百億ですよね、一機。あとミサイル一発何百億とか、な何百のものによってはね、すげえ丈のあるし。だから商品単価クソ高いんですよ。 あんな商品単価が高い商品世の中にないっすよ、多分。で、それがバンバン売れていくわけじゃないですか。そりゃう、そりゃ売り上げめっちゃ上がるよねって話なんだけども。だからね、なんかまあ、でも、まあそれは売り上げは上がるんだけど、人がどんどん死んでいくわけじゃないですか。うん。どうせ別に戦争で殺さなくても人は死ぬし、うん。で、悲しみがそこ、戦争やって悲しみが生まれるだけじゃないですか。うん。なんでね、 僕は戦争はやめた方がいいと思いますけどね。うん